今はですね、インドのチェンナイという町に来ております。なぜ私らインドのチェンナイにいるのかと申しますと、その ANA がですね、10月の27日からその週3便で直行便を出しておりまして、それがですね、そのキャンペーンがありまして、その運賃の10月の27日から3月のいっぱいまで、3月いっぱいまでそのマイレージっていうのが私ちょっと貯めてるんですけど、そのビジネスクラスのその必要マイル数っていうのがあると思うんですけど、成田からそのチェンナイまでその就航を新しくしたんですけど、その ANA はその成田チェンナイ線のこの区間がですね、その通常この ANA のビジネスクラスで行く場合6万マイル必要なんですよ。6万マイルですね。しかしですね、その10月の9日の14時からその半額キャンペーンってありまして、新規就航をしたので、その半額のマイレージで行けますよっていうことで、その案内が来ましてですね、私はもともとインドのチェンナイに行く予定はなかったんですけど、まあせっかくね、ビジネスクラスが通常のマイルより半分で生きるっていう風になったら、ちょっと行きたいなと思いましてね、もう迷わず、迷っちゃったんですけど、その航空券を買ってしまったんですね。で、ビジネスクラスの必要マイル数は6万マイル。そして、ですね、その、エコノミーだと大体1万7500マイルですかね、その必要マイル数が。半額キャンペーンで。そして私はビジネスクラスは3万マイルなんですけど、エコノミーではどうしていけなかったのと申しますと、やっぱね、せっかく半額になったんだったら、エコノミーじゃもったいないじゃないですか。しかもマイレージが、ありましたので、あと、そのインドのチェンナイまでは大体9時間半ぐらいかかるんですね、行きは。9時間半で往復だと大体17時間ぐらいのフライトなんですよ。それをね、3万マイルで行けるってなったら、やっぱお得じゃないですか。エコノミークラスはですね、その普通シーズン、いわゆるレギュラーシーズンなんですけど、3万5000マイルで行けるんですよ。で、ビジネスクラスは6万マイル。そして、その10月の9日の14時から始まったその、キャンペーン、それですとエコノミークラスが1万7500マイル、ビジネスが3万マイルですね。ちょうど半分ですよ。で、エコノミーで1万7500マイル払うのであれば、やっぱ私の場合はいけないですね。現金で払った方が私はいいと思っています。で、ビジネスの3万マイルっていうと、だいたいですね、香港とかその辺りまでのフライトができる、そのビジネスでマイルなので、香港の倍以上の場所にあるチェンナイまでは3万マイルできるっていうのは非常に私にとっては魅力的でしたね。そしてですね、そのインドチェンナイ線なんですけど、その ANA はその、そうですね、インドに3都市就航しておりまして、まずインドのデリー、ムンバイ、そして3番目のチェンナイなんですよ。その ANA はホワイトスポットって言われている、その空白した地域ですね。そのあんまり日本の航空会社が就航してないような都市に向けて、新しくどんどん新規開拓をしていこうという人に力を入れてるんですね。それで、その今年の9月ですね、そのオーストラリアのパース船、パース船はですね、すごい今人気らしいですよ。やっぱオーストラリアの、西海岸ってあって、その日本から行く場合はほぼその東南アジア経由とかで行くのが一般的なんですね。例えば香港やシンガポールといった場所を経由して行くのが今までのスタンスだったんですけども、直行便が出ているっていうことで、
本当日本人観光客が今まで訪れるのに乗り換えをしなければいけなかったんですが、直行便利だっていう人で、あとやっぱ食事も美味しい場所ですし、治安もまあまあいい場所ですので、非常に人気となっているんですね、そのパースは。しかしそのチェン内に関して言えば、インドの南インドですし、そんなに気候は良くないんですね。その大気汚染っていう問題もありますし、それもあってあんまり SNS 上では話題になってないんです。話題になっているんですけど、そんなに満席まではいけないんですよ。10月27日に新しく新規就航してイベントがあったんですよ。だいたい搭乗率は 60% ぐらいだったと思いますね。その最初に、普通最初って言ったら満席っていうイメージがあると思うんですけど、ちょっとね、半額マイルをやっている割にはんっていう感じですね。まあマイルでね、半額マイルでできる座席数っていうのは決まっていると思うので、まあ何とも言えないんですけど、ちょっとね、ANA にとっては厳しい路線になるのではないかと私は思っております。このチェン内といえばその南インドでして、その何が有名かって言いますと、私も今日訪れたんですけど、そのそうですね、カーパーレシュワ寺院ですとか、あとはカーパーレシュワ寺院と、あとはマリーナビーチ、私はその2つを訪れました。まあ、チェン内はね、いろいろな人の話を聞いてると、あんまりガイドブックにもいい情報がまだないんですね。 そもそもインドのチェン内っていうのはどういう街なのか、ちょっと次の動画でお話をしたいと思います。ではそれ一旦ね、区切りたいと思いますので、はい、失礼します。